藤谷蓮次郎です。記憶旅行と題しました当チャンネルご覧いただいてありがとうございます。今日も私の大好きなアーティストの1曲ご紹介いたしますので、まあ、5分程度で終わりますので、最後までゆったりした気持ちでお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。その上でその曲いいなと僕も思うよ、私もその曲好きなのという方はぜひともチャンネル登録またいいねで、その共感を示していただけると私にとって励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは参ります。今日の企画は杉正道さんが他のアーティストに提供した、提供曲集ミスターメロディーという6枚組の CD セットの中から、この曲はいいなと思うもの、まあ、みんないいんですけど、まあ、季節感等を考慮して、まあ、10日に1回ずつ、いい曲選として進めております。その企画です。今日は実は8月というのがタイトルに出てくるんですが、もう9月になっておりますので、一応ご承知、まあ、ご了解を願ってこうお許しを願っておいて、まだ一応ね9月でも十分暑いんでこの曲を取り上げてみたいと思います。野田美紀子さんの8月の砂時計という曲です。1990年の曲です。もうこれも30年以上前なんですね。詩が野田美紀子さんご本人、曲が杉正道氏と、それから編曲に小泉信彦さんが関わってらっしゃいますね。で杉さんと、8月の砂時計、まずこの曲を聴くとですね、非常にポップで明るくスピード感があってですね、イメージで言うと昭和40年代のアイドル歌謡のイメージでもあります。8月に夏に出会った彼氏と、まあ、夢中で退屈もなければ雨降りもないという感じの彼氏に、まあ、スニーカーのように履き潰したスニーカーのように忘れないでねなんてことを言っている女の子の、こう幸せな、女性の側から見て幸せな恋に落ちているところの真っ盛りという感じの曲なんですが、本当に、昭和40年代のアイドル、女性アイドルの誰が歌ってても不思議じゃないような、そういう意味ではスタイルとしてはオールドファッションな感じで、ある意味オールドファッションというと古くなった、古臭いと思われるかもしれませんが、今聴いても素敵だなと思うスタンダードなポップソングの形というのを示してくれているとってもいい曲です。でこのミスターメロディーの中に出てくる女性ボーカリストの人たちは、まあ、皆さんね、歌手としてはとても魅力的な声の持ち主が多くて、まあ、アイドル系の方々もいらっしゃいますけど、このアーティスト系の方々は本当に皆さん魅力的な声の持ち主で、この野田さんの歌声も素晴らしいです。最初のメロディーから来てそのままの世界観に乗って非常に多幸感あふれる幸せな感覚にこうふわーっと浮いて、まあなんか、地上ちょっと浮いてるサーフィンのような感じで、歌っている女性の姿が目に浮かぶようです。とっても魅力的なボーカリストだと思います。でやっぱり、強調しておきたいのは、おそらく小泉さんのセンスだと思うんですが、まあ、キーボードをこういろいろ駆使したところで綺麗にこの波の感じっていうのを私は感じて、その波が打ち寄せる砂浜の砂がさーっと手からこぼれるような、そんな爽やかな一曲に仕上がっています。今もう9月なんで、少し出し遅れた嫌いはありますが、どうしても触れておきたいんで、今日は野田美紀子さんの8月の砂時計、言うの忘れました。ディスクでいうと3番目の8曲目に出てまいりますので、ぜひとも、まあ、9月でも遅いことはないと思うので、聴いてみてください。野田美紀子さん8月の砂時計ご紹介いたしました。杉正道さんミスターメロディーの中からです。最後までご覧いただいてありがとうございました。できましたらチャンネル登録といいねの方もお願いいたします。杉正道さんの、ミスターメロディー曲選は14日と24日じゃなかった4日と14日に行っていきますので、ぜひともこちらもご覧いただければと思います。それではまたお会いします。失礼します。